多すぎ多すぎ。絶対関係ないやついるだろ、今日の授業参観。よし、じゃあ田中、江戸時代に生類憐れみの令を制定したのは徳川誰だ？授業参観で問題出されると緊張するんだよな。授業参観以上の重圧かかってるけどな、ギャラリー多すぎて。頑張れ。こういう時親が応援してくれたりするよね。頑張れ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 。いやだから多すぎだって。しかも最後の方合唱みたいになってたし。田中どうだ、徳川の？徳川綱吉。親がこそっと教えたりするんだよな。家継ぐ家綱。いや全然こそっとじゃない人。吉宗家吉。秀忠家康。いやうるさ、応援。あと答え割れすぎだろ。徳川吉宗。不正解。正解は徳川綱吉だ。あー、お母さんの綱吉を信じておけばよかった。もう広きったら。まず授業として成り立ってないだろこれ。じゃあ次、高橋。暴れん坊将軍で有名だった徳川吉宗が行った大胆な財政改革は何だ？あ、はい、早く答えろ。え、ヤジあるの？当てろ。こっちはお前に全財産かけてるんだ。え、外せ。え、授業参観でギャンブルしに来てるやついない？競歩の改革？ざわざわすんな。正解。きたー。くそー、4つ全然つかねえじゃん。さっさとつまみ出せよ。ねえねえヒカル。なんだよ。あの人かっこよくね。え、誰のお父さんかな？いや絶対あいつのお父さんだろ。え、誰誰？サードチルドレン。え、アイドルグループ？違う。有名？まあ有名だけど。てか、え、この人の息子いるってことはクラスメート全員パイロット候補ってこと？やめろよ、勝手に巻き込むの。待って、あの人もかっけー。え？いやもう見たことあるお父さんしかいない。うちのクラスどうなってんの？主人公しかいないの？よし、じゃあ今日の授業はここまで。人多すぎて疲れたな。これより PTA 総会を始めます。だから多すぎるって。なんかうちらの曲が出るっぽいです。ウケる。パラコ初のオリジナル楽曲トリマが8月30日にリリース決定しました。 MV も出ます。撮影バカ熱かったよね。それな。てかダンス急に踊らされてびっくりした。今度ピカルンにも踊らせよう。あーね。あ、あとパラコーのランダムブロマイド第2弾がローソンプリントで実施決定。爆発だった MV 撮影の裏側が見れます。オフショ撮られてました。みんな見て聞いて踊ってプリントしてね。よろー。まさか異世界転生しちまったのか。私の名前好き。私に力を。俺たちの要塞は降りないんだろうな。